今回は前置詞について100個読んでいきたいと思います。じゃあ、この日本語英語で読んでいきますね。one, two, three について、about 上、above 横切って、across あと、after に対して、against って along の中で、among 回り、around に、add 前 <laughs> ごめん、前、before, 後ろ behind, 下 below, 下 beneath, そば beside, 間 between, 越えて beyond. しかし、ん ?but, これはね、省いてかな。しかしじゃない。全人の意味はちょっと違うんですよ。確か省いてだった。 省いってだと、えー、以外にかなの方がわかりやすいかなえー、っと、何々以外にって感じね。取っちゃいましょう。えー、っと、ちょっと待って、前置かどうか確かめましょう。どっかで確かめられるでしょう。 ここに入れて、バッと全知し、全知しと、これいうっうにてみましょう。えー、っと、省いて以外という意味になりますって書いてありますね。省いて。うんこれもあるからじゃあ省いてにしましょうか。お省いてにし。 以外どっちがいいかな <laughs> まあいいや。まあとりあえず、えー、以外にって意味ですね。これね。何々、以外に。何々にも入れましょうか。そうするとわかりやすいかな。こういう感じかな。じゃあ行きましょう。はい。以外、以外に。but、横切って、by。あ、これ間違った。によって、by。にもかかわらず、despite。下、down。の間、during。えー、以外。 except、さっきのとに同じだね。似てるね。のために。for。から。from。に。in。中。inside。いない。into。のように。のような。中にもいるよこれ。えー、っと。like。近く。near。の。of。から。off。 から離れてまいりようか離れて。から離れて、off。上、on。上に、onto。反対、opposite。外、out。外、outside。上、over。過ぎて、past。以来、since。通って、through。何々、10。何々見れましょうか。 えー、throughout まで til l へ to 向けてト w a r d 下 under 下にこれなんだっけ読める underneath まで until 上 up 上に u p アポン with いない,いないいないいないねえっ、ー、と30秒いないでのいないね within, なし without, に乗って aboard, の中で amid, として as, を除いて barring, 関して何々か関して concerning, を考えると considering, 下へ down, を除いて accepting, を除いて excluding, クク続いて、following, 含めて、including, 引く、minus, 足す、plus, 感じて、regarding, 回って、round, 除いて、省いてってみね、save。一体に、あれは、巨人体発信みたいな。タイね、これ。 versus、えー、経由、えー、とベトナム経由でヨーロッパに行きましたみたいな経由、ね、ビアの値打ちがある割 r s 沿って alongside の中で amidst にまたがって astride の向こうに beyond のところで s h a e シェイって言うみたいねフランス語の元はゴロ えー、何々、だいたいそこら辺って意味ね。えー、サーカーを鑑みて、given、引く、これなんだっけ ?minus を持って、modulo、modulo っていう発音するのかな本当は。私は modulo って言っちゃうんですけど、modulo、modulo みたいな感じですね。の次に、next、の上に、onto、反対、opposite。 の外に何だっけアウツサイド。さっきはアウ s サイドって私言ったかな。外って名詞だったからかな。名詞っぽく書いてあったからさっきね。あれ全知ゃなくて名詞だねあの。ここが本当のこれ。全知だね。当たり。何々当たりにみたいな。per あ,あ、何々当たりじゃん。えっとね。一、えーつ,えー、つ当たり3%の利益みたいな。その当たりね。per だから 100, 100あたり、100につき3みたいな。3%なんていう感じですか次のパーね。ために pro として、core、えー、周りに、round、えー。何かがないってことね。なし s ュ、n d s を除いて、saving。通して、through まで、なんだっけ ?till へ向けて、 これは ?Twas. はい。さっきは Two ぞれたけど、Two’s でも同じみになるんですね。の下に Under。の下に Underneath。と違って UNLIKE。まで。これなんだっけ、はい、?Until. 上に。なんだっけ ?UP. の上に。Upon. に対して。なんだっけ ?Versus.